とりあえず一回見てもらってうちの子が変わってるのか変わってないのかもう白黒はっきりさせたいなとかはいおはようございますササラメンタルクインセの一松清介です、えー、本日は子供の精神科初士についてというテーマでちょっとですねいろいろ自分が思ってることとか知ってることとか考えていることをお話ししようかなと思います あの精神科に子供を受診させた方がいいんじゃないかとか思ってる親御さんたくさんいると思うんですよね。でこののを見ていいるる人の中にもでですすねそううう親御ささんんんたくさんいると思うんですだけどなかなか予約取れないとか、えー、迷ってるとかねあと学校の先生とか夫はねあの問題ないよって言うから行かなくていいのかなとかね。 あのいろんなことを考えてる人がいると思います。まあでも、一回見てもらいたいなと思ってる人多いと思いますね。あの、とりあえず一回見てもらって、うちの子が変わってるのか変わってないのか、もう白黒はっきりさせたいなとか、まあ思ってる人は多いと思うんですけども、でもね、実際なかなか受診できないんですよ。だからあ、もう初診を受け付けてませんってところも多いだろうし、えー、なんていうのかな。 取ったとしても2ヶ月後3ヶ月後っていうところは多いと思いますねで受信できたとしてもですね1ヶ月に1回で5分診療5分未満だったりすることも5分未満で言っちゃだめですね5分診療短いところも多いと思いますしあと 通院も薬が少ないからとか薬がこれだけだからとか言ってですね2、3ヶ月に1回であるところも珍しくないかなと思いますね。だからあの結局診断書とか手帳とかいろいろそういうもののために2、3ヶ月に1回だけ行ってるけれどももう子供も行かないって言うから親だけ行っていて何のための精神科なんだろうって思ってる人も珍しくないという感じですね。で、なんでこういう状況なのかってことですよね。 で、まあ、精神科医のね、本音をですね、少しずつ、えー、少し話そうかなと思うんですけれども、まあ、まず、子どもの診療って結構難しいですね。大人の診療よりも、まあ、難しいということで、まあ、ドクターは少ないんじゃないかなと思います。で、子どもの今のその精神状況、子どもの心を見るのって、やっぱりあの大人の心を見るよりも難しいです。会話で分かっていくこと少ないですし、あと、成長速度が結構。 違うんですよね子供によって全然違うのでそこの違いが分かりにくいとかあと社会背景によって結構違うんですよね。で、えー、そのどういう教育を受けてるかによっても全然違うだろうし、えー、その子が持っている社会的な問題も結構違ったりします親の様子が違ったりとかしてね。うんっていうのがいろいろあったりするのでなんかこう。 どこからが疾患なのかどこからが教育的な問題なのかということの見定めも結構難しかったりしますね。でそこに加えてですね10代っていう思春期に入ってくるとですねその脳自体がやっぱり特殊なんですよね10代の脳ってすごく特殊ですごく怒りっぽかったりとか衝動的だったりとか感情に負けやすかったりもするだろうし他人の目がすごく気になるんですよねその頃の子,子っていうのは。で急激にアイデンティティーとか生まれたりとか葛藤をしてる時なんで。 まあ、あの普通の子も悩んでるんででるすよね <laughs> だからあのより激しいのでこれを病気とするのかしないのか自分たちがどこまで関与すべきなのかいろいろ悩ましいですねその兼ね合いいいが結構反対はやっぱ難しいなと思いますあとはその親,親の問題とかもあるのでじゃあ親への心理教育をどうするのかっていうこともあるだろうし。 えー、多施設連親も若かったりしますからね子供の親っていうのも、えー、30代20代30代40代ね若かったりしますから説明がねあの、えー、理解なかなかしてもらえないってこともあるしあと連携が必要になることも多いんですよね多施設連携、えー、児童相談所とか学校とかいろいろ連携しなきゃいけないこともあったりするのでまあなかなか難しいですねはい。 あと子供精神疾患のみならないんですけども医療ってどこかですね挫折を伝える場所でもあるんですよ。あなたはがんですとか伝える場所とかと似ていますよね。スポーツ選手にあなたはもう怪我があるので、えー、どれぐらい休まなきゃいけないとか手術しなきゃいけない場合によっては引退ですよって伝える場所でもあるので責任が重いですよね。なののでその責任を負うには やはりきちんと勉強しなきゃいけないですよね。そうするとやはり、えー、なかなか育たない、育てるのが難しいですね。医者をあとかなかなか数も増えていかないだろうなと思いますね。はい。昨今のねコスパ重視の医療の流れではまあね美容皮膚とか産業医とかまあわかんないですけどあの、えー、本当に臨床現場のね責任の重さ 苦手な人たちもいるのでまあうんうんうんとか感じですけどねそういう人をねお前産業医のこと馬鹿にしてんのかとか美容皮膚だってちゃんとした医者だろうとか言われそうですけどいや別にそういうね揶揄するつもりはないですけどもでもまあなんとなくね、えー、と重さというかねは違うと僕は思ってますけどねうんはい、えー、まあそういう意味でなんかまあ医者も少ないしこうなっちゃってんだろうなと思いますね だからまあ将来的にはねもうちょっと親の心理教育とか多施設連携とかも AI とか IT の力を借りてもっとねあの効率よくしていくことであのもっとねうまく回るシステムとかを考えていかなきゃいけないんでしょうけどまあそれはまあ先の未来の話なんだろうなと思いますね。人間だけでやろうとするとかだと えー、それはその人間が大事なんだとか人間でやってもらうべきなんだ意思を増やすべきなんだっていうと、えー、まあそうちゃそうなんだろうけれどもあまりにもなんかその現実的じゃない答えをに期待しすぎちゃってるような感じがしてしまってじゃあそれはどうやって増やすのとか診療報酬を増やせばいいのとか何かいろいろな問題なんかがあるんじゃないかなって気がしちゃいますけどはい。 まあ結構難しいいそういうことがあありますねでじゃあなんで増田がそう思うのかというと僕個人の話をちょっとしようかなと思います。で僕はですねあの防衛大卒なんですけども、えー、2010年卒なんですよ2010年卒で,でそこからもともと防衛大なんでその,そのまま自衛隊に入る陸上自衛隊に入隊するんですけどももちろんですね陸上自衛隊なので子供を見る機会はほとんどないです。 <laughs> あの隊員さんの、ね、子供とか一部見てましたけどたまにねでもまあすり傷とか怪我とか風邪とかですよねで自衛隊にずっといたので、えー、その間はないですねもちろんあの小児科を研修で回るとかえー、っとですねあの精神科のせ指定医ですね指定医を専門医もそうかなを取るときにあの児童の症例を入院症例か外来症例かいくつか持たなきゃいけないので。 えー、一定期間は見てましたけどもあくまで一定期間って感じですねなりわいにしてたわけじゃないので、えー、十分にトレーニングを受けてまあ資格はありますけども十分なトレーニングとは言い難いなって感じですね、まあ、そういう事情がありましたで、えー、自衛隊を辞めて2018年に開業するんですけども辞めた後民間病院を経てですねあの自衛隊に開あの2018年に開業しましたね。で 開業当初はですねどちらかというと認知症の人が多いんじゃないかなと思ってクリニックを,を開業した思いがあ,ありますねだからあんまり子どものことが見えてな子どもを見,よう見るっていうことはあの考えてなくてまだまだ自分も精神科医としてまだ一人前になったばっかりというかまだ一人前ですらないかもしれないですけどあのだったのでそこまで考え その社会的にそういう問題があるってことまではやはりまだそこまで視野が広がってなかったですねで2020年にですねああのちょっと子どものクリニックに週1でバイトに行こうかなと思ってたんですよ勉強するためにだから開業して2年間経つ中でいろんなものが見えてきてで自分が臨床家としてじゃあ今後どうするべきなのかとか社会でどういうことが求められているのかって考えた時にもうちょっと勉強したいなと思ってですね 子供のクリニックに週一回行こうかなと思ってたんですよね。だから自分のクリニックプラス週一どっかで勉強させてもらいに行くことをしようと思ってたんです。持ってたんですけども、この時にコロナになるんですよ。コロナになるっていう僕がなったんじゃなくて、ようながコロナが流行ったんですね。で、コロナが流行って、ちょっと週一回ね、その子供のとこ行ったりとかいろいろ移動するのは、 その相手側にも迷惑をかけるしこち,ら側にも、ね、こちら側の患者さんとかスタッフにも迷惑をかけるなと思ったんですよねだから当初やっぱりきちんと厳密にマスクしなさいって感じだったじゃないですかでだからそういう中で、ね、不特定多数の人に僕がもっと、ね、会いに行くっていうのは変だと思ったんですよねだからちょっと一回お話をが流れたんですよ でその後ね何年か経つうちにもうちょっとねこういうふうに安全性を排除すればいいんじゃないかとかあ分かってきましたけどまあ当初はそんな感じでしたねでそうこうしてるうちに、まあ、YouTube とかをやったりしてましたねで YouTube が伸びてきたのでこっちの方のが忙しくなってしまってあのもう子供の方に行けるバイトしに行けるっていう感じはなくなってるって感じですねだから2023年の今すごく忙しいという 感じになってしまったということです。だから僕自身のキャリアを見てもですね、やはり子供のことをやっていくとかを専門に持てる持つっていう機会がまあ、なかったなと思います。で、これはマスナのみならず他のですね精神科のドクターも同じような状況なのかなって気はしますね。うん、で、じゃあ経営者として今経営者でもありますから、じゃあ医師を雇うとか子供の を見る体制を作るとかそういう病院のシステムを作るってことを、まあ、考えてみるとですね、まあ、なかなか難しいなと思いますね。で連携するシステムを組まなきゃいけないしそういうことをすると本当にビジネスになるのかだからちゃんとお金は回るのかっていうことも考えなきゃいけないので、まあ、結構なんかあの難しいなと思っていますね。もちろん僕自身がまだ子供のことをしっかり見てないっていうのもありますけどね。 で今は高校生以上はあの見てますけど、えー、でもだから思春期も見てますけどがっつり児童は見てないということになるかなと思います。はいえー、とあとですねじゃあ何が難しいんだろうってことをちょっとあの書きますけど、まあ、まず子どもの脳っていう。 独特の傷つきやすすさですよね子どもの傷つきやすさっていうのが大人とは違うしそこの配慮あと理解力の低さとかねそういうのも考えなきゃいけないしあと先ほど言ったような10代の特殊性ということも加味しなきゃいけないとあとは子どもの能力と親の能力ですよね親の能力にもいろんな差があるので養育能力って結構違いがあるのでそこも加味しなきゃいけないしそういう親に対してどういう心理教育をすべきなのか。 だから自分が悪いと思ってなかったりとかする時に「いやあなたの問題でもあるんですよ」っていうことを直面化していくその何て言うのかな難しさってありますよね。うん、で、えー、親のの未熟さの問題もああったりりとかですね、えー、ありますねまだからそれが問題だと思ってなかったりね夫婦喧嘩をしてることは子供には関係ないだろうとかね。えー、いやおここ 迷惑がかからないように私たちは子供を愛したり遊んだりしてるんだっていうことを言うんだけれどもそれがその振り回すことになってしまうこともあるわけでそれがこう子供の心にどれだけ悪影響を与えるのかってことをまあど,れどういうふうに説明するかって結構難しいしあとは政治的な意味とかあの本人の生き方の問題とかそしてそれらはですねまだあの日本社会の において世論としてですねあのきちんとそのいうことが伝わってないんですよね固まってないので、えー、なかなか伝えにくかったりとかしますね、うん、だからでいやある意味君たちが悪いんだよってことをつきつきすぎて親自身が鬱になっちゃうってこともなりかねないしねあとはその背景は貧困ストレスの問題があったりとか 仕事のね社会的な問題社会の問題があったりとかあるだろうし虐待の問題とか虐待の連鎖の問題もあったりしますね。でこういうことが生まれてしまう背景にはやっぱ核家族の問題、えー、地域とのつながりがないとかね、まあ、いろんな問題が隠れてるので結構難しいんですよね。だからそういうことを抜くとこういう状況でできるのかとか、まあ、こういうのをいろんなことを考えていかなきゃいけなくてまあ あの子供の問題って難しいなとは思ってますね、うん、だから自分がもしやるとした時にこういうことを、えー、どうやって扱えばいいんだろうとかそれをビジネスとしてどうやって持っていけばいいんだろうっていうところが、まあ、なんとなく答えが出てな,くないし、えー、なんか本当にもう、まあ他の精神科の先生も,みもう児童の先生もそう思ってると思いますけど体が足りない。 うん、体が足りないっていう感じですよね。うん、だからどういうふうにすれば今の,その子どもの問題とかいじめの問題虐待の問題は解決していけるんだろうってことがまああの何ていうのかなわからないっていうのはありますよね。ででも結、まあ、結局結論を言うとと自分ができることを 考えていくと、まあ、僕自身はね YouTube っていうのが唯一無二なので YouTube を通じていろいろ社会とか親御さんに対して、えー、啓,啓蒙啓発していくそして問題点を明らかにしていく。で、えー連 行くってことなんだろうなと思いますねそしてつながりを作るでこういうところに僕がシンボルとしていることが、まあ、いろんなつながりを生むだろうし今後の治療の中でも学校の先生同士の話し合いの中でもああれ YouTube のあの先生が言ってたやつと一緒だよねとか今自分たち同じようなことになってるよねとかなるとまああのちょっとずつね楽になるよくなっていくんじゃないかなというふうには思っていますけどね。うん まああの子供の精神科初心問題についてちょっとですねあの社会問題でもありますから取り上げてみましたはい、えー、ということで、えー、以上でこの動画あります、えー、もしこの動画を見ておいと思ってくれた方はグッドボタンやチャンネル登録あとシェアの方よろしくお願いしますあそうそうあとねやってました僕あの子供を直接見ることはそんなにできてないですけども家族会やってるんですよオンライン授業会とか家族会とかやってますしそういうところでなんかいろいろ えー、やったりしているので、まあ、もしよかったらあのそちらの方もご参考ください。はい、やってますということですね。はい、ではまた。